こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。ゆうじです。足です。ゲストはサバシスターのなしです。どうぞいらっしゃってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に呼んでいただいて。今日はサバシスターなしに雑誌やテレビでは絶対に聞けないインタビューを刊行いたします。お、大丈夫ですか？緊張してます。緊張してる。見てたんで、このこ の, このコーナー、はい、特に最初の方のなんか中目黒の居酒屋、はいはい、行きましょうみたいな、はい、YouTube 本当の1本目ですね。1本目 YouTube 1本目見ましたね。見てくれてる。そんな見てくれてた。結構見てます。ありがとうございます。なんかテーマソング作ろうみたいな。めっちゃ見てました。見てました。あ、嬉しいね。あ、ほんならじゃあこの企画がどんな企画かっていうのは大体分かってますか？はい、大体下ネタとお金の話を企画ですね。よく分かってますね。はい、そもそも、はい、お客さんの中で一番質問が多かったのは、なんでここの2人なんですかみたいな、こう出会ったきっかけは何ですかみたいな質問があったんですけど、はい、何でした？一番最初はビバラロックかなと思います。はい、ビバラロックの打ち上げ、ほう、挨拶させていただいて、うん、私一番最初に知ったのはあのハイスタのギフトツアーで、はい、私新潟住んでたので、はい、中学生の時に中学生ときめっせに見に行ったんですよ。はいはい。だからあのそれ以来ビバラでお会いして。なるほど。話してきたので、はい、確かそういう話をさせていただきました。全部覚えてますね。全部覚えてるな。絶対にそんな話してない。これ覚えてるよ。ラブミュージックフェス。はい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 。で、そうですね、楽屋でお話しさせてもらって、はい、でその後飲みに。そうなんです。そう、飲みに行ってますから。すごい。まさかの。そう、はい、で、そのなんで飲みに行くかっていうきっかけがあって、そのラブミュージックフェスに出てた時にオープニングアクトかなんかで出てて、はいはい、そしたらこう廊下にね、うん、俺の見たことあるメジャーレーベルの人がぐわーって並んでて、大人たちが大人たちがめっちゃ並んでて、俺はもうすぐにみんなこれ狙いに来てるな、これみんな狙いに来てんちゃうかって思って、でこうナチにもうレーベルとか決まってんのみたいな、まだ決まってないって言ってたから、まあ何かあったら俺の知ってる範囲でよければ答えられるから何かあったら言ってねみたいなぐらい、今日軽くね、はい、言ってたんけど、即 DM 来て本当に相談させてっていう話があって、はい、それで話しに行ったんだよね。そうですね。うん、で、あのマネージメントがピザで、レーベルがポニーキャニオンになってるんだからね、はいはい、今はそうです。そういうこと、ね、なんかそれだけ聞いたらマジで俺が全部言ったみたいに思ってますけど、なっちゃいますよね。ポニーキャニオン所属でピザオブデスッコの私、はい、私は一切進めてません。それはそれで、これ本当にちょっとピザの方いるから気まずいんですけど、私はものすごくあのど真ん中の意見を言いました。けど今ピザでね、ポニーキャニオン、はい、どう？その後。その後は安定しました。なかなか。そうなんや。あの精神的な方で、はいはい、かなり、はい、あのラブミュージックの時は私本当に結構いろんな大人の方たちに来ていただいて、もうこういう感じだったんです。正直大人全員信用できない。そう、あの日が一番もう病んでたぐらい、結構もうあのしてたんで、はいはいはい、だいぶ今は支えられて。あ、よかったですね。安定してきました。はいはいはい、俺はね、すごく安心してましたよ、実は。あのポニーキャニオン出版で、はい、マネージメントがピザっていうのを見て、あ、そうなったんやと思って、それはすごく安心してました。よかったです。その後の動き見てても、なんか心に余裕がありそうだったから、うん、よかったなと思って。そうですね、入る前よりは、まあ、今は今で忙しさはこちらあるんですけど、うんうんうん、かなりなんか
かやりたいことをちゃんとやれてる感じがすごい。めっちゃいいよ。あります。いや俺もめっちゃわかんないけど、俺もレーベル所属してなくて、さあ今から所属するぞっていう時ってなんか不安で、もう何も信じられなかったんや。なんか今仲いいナインスアポロとか、まあ、今お世話になってるカフェモーとか、その辺から声がかかっててんけど、これ何を信じたらいいの、はい、みたいな感じになってて、ラブミュージックの時めっちゃそういう顔してたからいやマジで、はい、もう手に取るように分かってる。いやそうですね。まあでも落ち着いたということ。まあ大体よかったです、ね、だいぶ。その時の猪狩さんの第一印象はどうでしたかっていう質問も結構いろいろあるんですけど、はい、私はもうめっちゃ怖いと思ってたんですよ。はい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 。でなんか怖いって誰かに聞いた気がする。あれがマジで誰が言ってるなんか存在しない人がおると思うよね。で本当にビビりながら出ましたけど、はい、優しすぎて逆にギャップがありすぎて怖かった。あれ怖い。なんかその怖さは多分こいつ狙ってんのかっていう優しい怖いってそっちじゃない。そういうわけじゃなくて、なんかすごい。でも私 もうその時なんて本当にバンド始めてまだ3年目なんですけど、はいはい、でもともとこういう経験があったわけでもないですし、なんかまだその学校卒業したばっかりの私になんでこんな真剣に話を聞いてくれるんだろうっていう気持ちが、はいはいはい、すごいありました。ああもうそれはやっぱ一番最初が一番大事やんか。ここでね、なんていうか嫌な経験しちゃうとさ、その次も信じられないとかなるからさ、なんかここはね真剣に答えようと思って、ねうん、そう。なるほどね。やっぱりでも怖い印象っていうのがあるんですね。身長が高いのね。そんなことすごい。そんなこと言い出したらお父さんとかも怖いやろ。なんか怖く感じます。感じる、はい、本当の怖さ見したろか。簡単にいけるのかよかったよかった。なるほど。今はじゃあもうね大丈夫ということでいいですか。今は大丈夫です。かなり、はい、楽しいです。ああよかったよかった。歌詞の中によく恋愛的なのが出てきますけど、はい、これは実話なんですかみたいな質問はいいんですか。まあ実話なことが多いですかね。歌詞は基本的に あんまり想像で全部作るってことはなくって、はいはい、だから自分のことか、まあ、友達のことだったり、はいはい、実はですね。じゃあ結構実体験なの。はい。ジャージはメルカリで横取りされたって曲だと思うんですけど、はい、そうです。それ本当なんですか。本当です。何ですか。私ジャージ着るのすごい好きなんですよ。なんかメルカリでしょっちゅう、そんな話は。しょっちゅう、うん、ジャージを見てて、うん、で緑の可愛いアディダスのジャージがすごい2000円とかで売ってて、うん、で、いいねをして、私基本的にもう3000円以上とかの服買えないんですよ。なんか高い服買えないから、2000円の服をいいねをして、で値下げしてくださいってそのコメントで言って、いいですよって言われて値下げしてもらった瞬間に、はい、違う人に横取りされたんですけど、はい、これ視聴者の人絶対興味あるんすよね。これすごい、ほんまに興味あるんすよね。涙流してると思う。これちゃんとあるんすよね。そういうことやったんや。ほんまに、うん、で、すごい、本当に悲しくて、本当に悲しくて、うん、曲にしました。興味あるんですよね。あなたが聞いたんですか。実は、実は実はです。なるほどね。途中から何も聞こえなかった。そういうことを曲にしてるんや。そうですね。どう思う。どう思うとか言って、いや俺すごい共感できますね。え、ほんま。俺も経験あります。どんな。やっと値下げしてもらえたと思ったら、うん、他の人にプンって言われて取られちゃう。うわみたいな、うん、
もう多分そのままですよ、だから。メルカリあるある、共感できるっていうのがメルカリあるある、自分あることは知らないですよ。あ、これいいですよ。サマシスターというバンドとしての一つの目標を教えてください。はい、一つの目標はバンドとしてはあんまり今までなかったんですよ、うん、なんかそんなにここ目標にしようとかいう話は今までしたことがなくって、うん、なんかでも最近武道館立ちたいねっていう話はします。いいですね、はっきりしてていいですね。なんかさ、あんまそういうのを口に出さない人とかも結構多いやん、うん、でも俺そういうのすごい好きで、俺はもう大したてやりたいとかエアジャム出たいとかも言いまくってたしさ、なんかそれで叶ったのかなっていう気持ちもあるから、はい、俺そういうのどんどん言っていいと思う。武道館ね、武道館立ちたいですね。いつにする？ここで発表。いや、これ目標やから。目標。全然そんなあのね、すぐとかじゃなくてね。23歳のうちに。え、今何歳？22歳。もう来年やん。リザーブですの方、もう今抑えないとダメです。いや、だって1、2年前です。1年前じゃ多分遅いと思うから、まあ2年とか1年、1年前から抽選やったっけ？でしたっけ？抽選1年前ぐらいから抽選日が出るぐらいの感じやったと思うから、今すぐ抑えないともうね、23歳中に、はい、結構めちゃくちゃなこと言ってました。でも応援しますよ。ありがとうございます。いや、そうなればいいやんか、うん、すごいね。お二人ともにケンさんをリスペクトしているという共通点があると思うんですが、この二人だからこそ分かるケンさんの好きなところとか、ケンさんあるあるみたいなことがあれば教えてください。ケンさんあるある、LINE であのおじさんの笑ってる顔のスタンプをめっちゃ使う。おじさんの マジで、はい、あのなんか LINE にもともとついてる、もともと入ってるスタンプ、はい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 、めっちゃ多用してくるんですよ。あ、そうなんや、はい、あ、意外よね。それあるあるです。あ、ケンさんあるあるね。ケンさんスタンプ意外と可愛いよね。はい、なんかアニメのキャラとか、なんかそういうスタンプよく来る。あれなんだよ、妖怪みたいな。あー、コマさん、それ妖怪ウォッチ、それコマさんですね。それのスタンプめっちゃ来るよね。めっちゃ来ますね。スタンプ使ってくるね。スタンプよく使いますね、はいはいはい、意外なことに。あと、なんか俺の中のあるあるは、真剣な話してて、さあもうすぐ真剣な話決まるぞみたいな時に、なんかとんでもない下ネタ言ってきたりして、なんか、いやもう今真剣、俺今真剣に喋ってますやんっていう時こそ、まあ、下ネタとかで大どんでん返ししてくるみたいな感じが俺はケンさんあるかな。ありますね。あるよな。あります。今真剣に喋ってるんですけどっていう時あるよな。はい、ありますね。結構あります。ある。なちちゃんはどんな子供でしたか？好きだった曲とか将来の夢とか、はい、子供の頃はどうでしたか？ちっちゃい時に将来の夢はタコになりたい。タコになりたい。やばい子やった。タコってどのタコなんですか？上に生き物のタコ。生き物でこういうポーズをして、やばい子や。写真撮られる時いつもタコのポーズをして写ったりしてたんですよ。ほー、この子きついね。なるほど。オクトパスの方ですね。オクトパス、はい、でどんなポーズしてたんですか？これがタコのポーズだ。それがタコなんやね。で、今どう？なれそう？もうちょっとね。そのタコになる夢はまだずっと続いてる。そうですね、23歳までには。いや、でも、じゃあさ、武道館出すときタコってこと？そうだね、そうだね。可能性ありますね。いや、あかんよ、そんな。怖いって、そんないきなり武道館でそんなタコのあなたから
歌とか言いました。小さい時、はいはい、好きな曲とか歌とか CM の曲、はい、CM の曲とか、あとあのみんなの歌とか、うん、どんな曲、お母さんと一緒の曲とか、うんうん、そういうのあらゆるテレビから鳴ってるあらゆる音楽が全部歌えるみたいな。え？すごくない？ CM の曲とかも一回聴いたら覚えちゃうみたいな特技がありました。よさこいとかやってて、あもう歌うのと踊るのとピアノもやってたんで、音楽がとにかく好きな。あ、ピアノもやってたんや。ピアノもやってました。へえ。作曲はギターでやる、ピアノでやるの？作曲はギター。あ、ギターでやるの、はい。え、何が思うの？そんなこともわからんなかったみたいなこと？違う。怖いけど見せようか？いやです。いや、だってピアノで作曲もしたりはできるやんか。まあ、でも私楽器持たないで曲を作るんですよ。なんか頭の中で、うん、まず歌詞が先で、歌詞作ってメロディーをこう見ながら考えて、うん、で曲が大体全部できたらコードつける。なるほどなるほど、はい、それは私も一緒です。そういう感じなんで、ピアノはあんまりコードわからないんですよ、ピアノで。だからギターで。なるほどね。で、わ、だ、何こいつほんまに分かってんのかみたいな笑いやんか、やるやんけみたいな顔なの。俺も作曲してんねやん。俺わかるよ、はい、そういう感じ、はい、すごいわかります、はい、コード当てるんですよね。そう、そうやって頭に鳴ってるメロディーにコード当てる、はい、なのでギターで使ってます。なるほど、わかりました。なんかな、多分舐められてるんだろうね。鼻で笑ってるんですか。トキメッセで、はい、アイスタとヘイスミスを見た時のことが印象的だって話を聞いたことがあるんですが、どう印象的やったんですか？まあライブハウス自体、ライブハウスっていうかそういうケンさんとかライブを見る自体結構初めてぐらいの感じで、うん、だったんで、そもそもその生のライブっていうのがまあかなり印象深いし、はいはいはい、でまだ中学生だったんで、あのファミリースペースの一番後ろの椅子並んでるところで、うんうんうん、お母さん隣にいて見てたんですけど、もう本当に始まってから終わるまでもずっと泣いてて、今でも私ケンさんのライブ見ると絶対泣いちゃうんですけど。それは込み上がってくるってこと？もう感動しちゃう。あ、はいはいはい、いや、それはわかる、それはめっちゃわかる、もちろん。でもずっと泣いてました。あ、本当に私の中で初めての、 あのライブだったんで。なるほど。その意味でもかなり印象深い。それってさ、その、まあ、CM ソングとか、はい、テレビから流れてくる音楽が好きなわけよ、はい、それでなんでライブに行くのがハイスタとヘイラの一番最初は？そもそも結構ずっと本当に音楽はずっと好きで、中学生までもうなんかなんていうんですかね、アイドルもジャニーズも、はい、ジャニーズじゃないけど、いや、いいよ。そんな大したメディアじゃないから。いいの、いいの、そんなの。何でしたっけ、ちょっとわかんないです。スマイルなんとかみたいな、うん、わかんないけど、アイドルもジャニーズも言ってもてて、なんかシンガーソングライターもバンドも全部含めてなんか音楽、はいはいはい、音楽好きみたいな感じだったんですけど、で、中2の時に私初めてケンさん見たのがヘイヘイネオ。はいはい、うん、出たはったね、はい、あれを見て、これはなんだみたいな気持ちになって、うんうん、そこからなんか本当に急にバンドにハマったって、いろいろ調べ出していろんな音楽聴いて、しかもヘイヘイネオの時お客さんもいてさ、そうですね、ライブみたいになってたよね。ああいうのを見て、ああいうの見て、何これみたいな、はい、それで結構衝撃を受けて、そこからめちゃめちゃもうバンドだけみたいな、はい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 、あ、それはわかるね。なるほどね。いいね。俺も結構一緒かも。なんかあの、俺も全部音楽自体は好きで、でなんか、ヘイヘイヘイでライブしてるそういうパンクバンドとか見て、はい、
これ何みたいになって進めたから、かなり一緒かも。そっからギターも始めました。あ、そうなの。はい、ギター始めてそんなにまだ時間経ってない。そうですね、なんか 小4の時にクリスマスにサンタさんにもらったのがアコギで、まあ、今けどね、別にサンタさんサンタさんにアコギもらったんですけど、でそれは触ったりしたけど弾けなくてもう封印してたんですよ、うんうん、で、中2でそれをケンさんを見てギター引っ張り出して練習してみようみたいな。なるほど、はい、本気になった瞬間みたいな感じ。そうですね。なるほどね、いいですね。めっちゃ普通の話です。はい、おすすめの古着屋さんとかあったら教えてください。古着屋さん、トレファクってあるじゃないですか。はいはい、トレファクめっちゃ好きです。あ、なんかいろんなところで行くのが結構楽しい。まあ、結構いろんな県にある。はい、かなりありますね。ああいう古着とかを買うの。そうですね。へえ、はい、結構気持ち悪くない。いや、チャリンが来てたやつやからね。うん、いや、俺はやで、うん、そういう人いますよね、めちゃめちゃ、うん、これも古着です。気持ち悪くない。それもトレバク。これは、なんか中野のよくわかんない古着屋。あ、そうなんや。場所わかるわ、多分売ってた。あ、ほんま、中野に行った時に。古着がいいんや。私、結構古着好きですね。あ、そう。だし、なんかずっと本当になんか T シャツで本当に100円の T シャツとかばっかり着てたんですよ。学生の時とか、うん、だから100円とか200円の服が売ってる古着屋に毎日のように行って、うん、たまにいいやつ見つけるみたいな。あ、そうなんや。ことをしょっちゅうやってました。あえてそっちがいいんやんね。あえてっていうか、例えば5、6000円以上する服はあんまり手が届かないって思っちゃって、そういう服が売ってる店にはそもそも入らないんですね。本当ですか。本当です。本当に5、6000円の服手届きますよね。届きますけど、でも気持ちわかる。俺もツアー中、あの、セカストとか行って、で、うわ、この中でこれ買えるとかっていう。こいつ絶対好感度上げなきゃ。いや、マジ本当に。俺、お前今が一番大事やと思ってた。今ここやと思ってやってるやろ。マジで本当に、本当に。俺、お前の確定申告知ってんねんから。帰るし、帰るし買うけど、そういうのをね、気持ちが分かる。気持ちは分かる、はい、それは僕ももちろん分かりますよ。だって若手の時とか買えなかったことない。いや、買ってない。若手の時は、てか今もやけど、廃盤してる人とかのバンドキーとかをもらったりして、はい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 、それでずっと今までいるもんね。ああ、確かに。そうですね。皆さん、バンティー着てるし。バンティーしか着てないの、はい、あ、いいですね、このしょうもない質問。新潟グルメ教えてください。新潟グルメ、新潟グルメはイタリアン、うん、っていう食べ物。え、何それ。なんか聞いたことある。イタリアン、あれ違ったっけ。イタリアン、イタリアンっていう食べ物が、え、何それ。イタリアンって店とかじゃなくて食べ物。イタリアンっていう麺の食べ物があるんですよ。興味あんねんけど。これ。なんか焼きそばみたいな。なんか太い焼きそばみたいなので、なんかミートソースみたいなのがかかってるイタリアンっていうのがなんか。ミートソース味なのこれ。多分。私あんま好きじゃないんですけど。おすすめしてない。おすすめしたくない店をおすすめしています。でも有名、うん、ソウルフードです、新潟の。無理やり頑張ってくれたね。はい。はい。何やねん。あ、全然知らんかった。そんなんあるんや。はい、よし、そんなもんでいいや。はい、よし、終了ですか。終了です。早っ。
砂はこんなんでいいんですか。こんなんでいいんですか。こんなんで大丈夫、うん、もう大体垂れ流しやから、うん、そうなんですね。そう編集するのめんどくさくてさ、確かにもうなんかシュッて撮ってシュッて出すの、はい、みたいな。で、これも流れますこういう会話も流れるタコはやっとかなくて大丈夫です。何ですか。タコはやっとかなくて大丈夫です。ありがとう。ありがとうじゃあ、はい、今日はこんな感じということで、はい、今度はちょっとメンバーみんなでとかね、はい、ぜひ来てほしいなと思います、うん、で、来年の目標は武道館に立つこととタコになること。はい。あ、はい、革ジャン。革ジャン、はい、買いに行くやつやってたじゃないですか、ヤペタさん。はいはいはい、YouTube でね。私あれやりたい。はいはいはい、やりたいです。あ、マジで、うん、あ、俺たちと、はい、革ジャン買いに行くロケ。あ、いいですいいです、あ、やりましょう。いっぱいやりたいです。やりましょう。あれ、ショットに行くけど、大丈夫。はい、大丈夫。その服の値段さっき言ってたけど、マジで確かに確かにあれ、全然100円とか200円じゃない。はい、気合い入れて頑張れる。ちょっと稼ぎます。よしよしよし、それまで。確かにな、はい、それを目標に頑張るっていうのもありやと、はい、よし、じゃあ次回はナチと革ジャン会に行ってみた、はい、やりましょう。よしよしよし。というわけで、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。